じゃあどうする？じゃあね。壊したい大事そうに抱えた私を全部君がこの孤独を痛みを癒すの。街のざわめき愛想笑いの憂鬱本音なんていつかどこか見えないふりだね。だって不安なんてそんな言われなくてもわかってる。壊したい大事そうになんかイベントやってる。それにしても遅いなトーマ。翼？この調子でいこう。この調子でいこう。ねえねえ。Itsugi君？やっぱり翼だった。今日はトーマ君と一緒じゃなかったの？トーマが遅れてるんだ。だからしばらくここで時間を潰すつもり。トーマくんめ。翼？今度キリアが渋谷のど真ん中でライブやるって知ってる？すごいよね。キリア？確か翼が好きな歌手だっけ？もうずっとおすすめしてるのにどうしてうろ覚えなのかな。キリアは今や日本の女性トップアーティストだよ。樹くんも聞こうよ。気が向いたら。約束だよ。はいはい。その生返事聞く気ないよね。はあ、樹くんは幼なじみなんだから、もっと私のお願いを真剣に聞くべきだと思う。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん特大の。それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私、樹くんとキリアの話したいもん。まあキリアの話は置いといて、話を戻すと、翼って大玉で何か用事？うまくごまかせたと思ったのに。新世代のアイドル発掘オーディションワンオブミレニアムに出場予定の方は受付まで集合してください。翼？新世代のアイドル発掘オーディションワン・オブ・ミレニアムも今回で最終選考。私は司会の50位テルです。さてさて、この中からデビューの栄冠を手にするのは果たして誰か。会場の皆さんも気になってますよね。私もです。次は4番、Oribe Tsubasaちゃん。え、翼？なんで翼がオーディションに？え？さっきのは一体？翼ちゃんはどんなアイドルになりたいですか？私はみんなを元気にしてあげられるアイドルになりたいです。じゃあ翼ちゃんがそう思うようになったきっかけは、皆さんも聞きたいですよね。私、昔ひどく塞ぎ込んでしまったことがあって、周りの人たちは私を気遣ってくれたんですけど、それがプレッシャーになってしまったというか。でも幼なじみだけはさりげなく普段と同じように私に接してくれて、それが励みになって少しずつ元気が出るようになりました。私も幼なじみのように誰かを元気にしてあげられるようになりたいです。ああ、ところでその塞ぎ込んでしまったのは何があったんでしょうか？もしかしてお姉さんと関係ありますか？翼ちゃんのお姉さんはアイドルの織部彩葉さんですよね。黙ってるかな。で、どんなお姉さんだったの？明るくて歌が上手で、何より とても優しい姉でした。でも翼ちゃんのお姉さんは5年前のいわゆるこけら落とし消失事件で消えてしまったんですよね。なんか質問変じゃね？こけら落とし消失事件って昔役者とか観客が集団失踪したあれか？消えてしまった大好きな姉を思い悲しむ少女、なんという悲劇。私も涙なしでは語れません。しかしですよ、ここで問題です。翼さん、あなたの大いなる才能と引き換えに大好きなお姉さんに会えるとしたらどうしますか？実はあなたのお姉さん織部彩葉さんをこの場に呼んでいます。え、お姉ちゃん？はい、騙された。単純ばかりはペナルティー。お前も姉と同じになれ。そう、お前ら人間どもからパフォーマーを奪い尽くせ。あっ、何が起こってる？お前たち絶対にそいつを逃がすな。あれのよりしろの最有力候補だ。一体何が起こって。翼！助けに行かないと。翼！ここは一体大多摩なのか。急いで。え？あの人が危ない。この奥へ急いで。今の子は。いや、今は翼を探そう。よこせ、よこせ、力よこせ、よこせ、力。今の声は。あれは。いい感じじゃ。さすが鮮烈に鮮烈を重ねたよりしろ。翼ちゃんの方も時間の問題、順調だな。翼、よこせ。力よこせ。よこせ。うわー！よこせ！うわー！翼！よこせ。力よこせ。よこせ。うわっ！俺は何をしていたんだ。ここは俺が食い止める。どうして話は後だ。お前はあの子を助けてやれ。翼、急げ。でも翼を助けるにはどうすれば。樹君、うん。どうすれば。信じられん。うわっ、剣が喋った。その声、もしかしてさっきの青いお化けみたいな人。ああ、気づいたら剣になっていた。嘘だろ。気をつけて。大丈夫だ、俺がついてる。行くぞ。前を見ろ。戦い方は俺が教える。難しいかも。一か八かで。難しいかも。一か八かで。とどろけ。これだな。怖い。落ち着いて。私がついてるわ。失敗しないといいな。手加減な、俺苦手なんだよね。うわっ、剣の人が教えてくれるのか。しびれろ。この気を逃すな。私、焦らないで。失敗しないといいな。パン。うわっ、おっと。俺にもできる。なかなか筋がいいな。一か八かで。あ、やった。ヤリさん、痛くないですか。私はは大丈夫よ。決めてみせ。よかった。うわっ！県の人が教えてくれるのか。ああ、ここか。やりさん、私。焦らないで。えい。剣の人の思いが。これがカルネージフォーム。一か八かで走れ来航。この日を逃すな。どうもです。なんとか倒せたようだな。戻ることもできるみたいね。まだ状況が理解できんが、俺の名がクロムということだけは覚えている。クロムか。ありがとう。おかげで翼を助けることができた。俺はItsugi、青いItsugiって言うんだ。青いItsugiか。ん？こちらこそ礼を言わせてくれ。お前の内に秘めた輝きが、俺の闇を払ってくれたんだ。ありがとう。そして、よろしく、Itsugi。ああ、よろしく、クロム。私はシーダ。あなたは翼という名前なの？え？はい。織部翼、18歳です。ごめんなさい、翼。私のせいで怖かったわよね。それは、はい。確かに怖かったです。でも、あなたがいなかったら、今頃どうなってたかわからないから、ありがとうございます、シーダさん。シーダでいいわ。翼は優しい子ね。それで、結局、クロムたちって何者？俺たちを襲ったり助けたり。待ってくれ。俺はなぜ自分がここにいるのかすらわからないんだ。シーダもですか？私も思い出そうとはしてるのだけど。そっか。どうしよう、Itsugiくん。それだが。できるだけ早く脱出した方がいい。あれが敵の全てだとは限らない。クロムの言う通りだ。詳しいことは生き延びてから考えよう。ありがとう。待て、樹。俺を構えろ、樹。せい。じゃあ。一気に片付けよう。うわあ、敵が。助かった。任せて。樹、立てるか。まだまだこんなところで死にたくない。イカズチよ、これだな。足を引っ張らないようにしないと。大成功。どうしよう。落ちろ。この日を逃すな！どうしよう。走れ、来航！ここか！やれやれ。クロムを通して新たな戦い方が俺の中に。これがこの姿の意味だというのか。うん、この力受け取って、翼。いいかしら。気をつけろ。これはミラージュの気配。せい。自信はないけど。一か八かでその技でいきましょう。難しいかも。イカズチをいつきくんと一緒に帰るんだ。失敗しないといいな。失敗しないといいな。決めてみせる。思った通り。おっと、まだ倒れないのか。一か八かで。難しいかも。クロムみたいに。よし。早く倒れてください。うわどうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。それよ、とどろけ。やったみんなついてきて。いいわね。ここは一体何なの。決めてみせるね。うわっ、逃がしてはくれないよな。ふん、よし。怖くない怖くない。決めてみせ。うわっ、よく頑張った成果が出ると嬉しいよね。俺の技、今の樹なら使いこなせる。うん、この力受け取って翼。いいかしら。せい。敵だ。不意打ちに気をつけろ。やっ。こんなところで死にたくない。この間合いならやった。こんな時はせい。俺苦手なんだよね。うわっ。まだ敵がいるのか。それよ。落ちろ。ここか。みんな。ついてきて。いいわね。怖くない怖くない。決めてみせるわ。うわっ。クロムの言う通りにすれば。準備オッケーだよ。落ちろ。ここか。みんなついてきて。やった。私たちの勝ちだね。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。あそこか。いつき君。こんなところで死にたくない。クロムみたいにこの日を逃すな。シーダがいてくれるから。やった!セッション。それで弱点を攻めろ。シーダに教わっていいわね。まずは俺これでとどめ。逃がしてはくれないよな。ふっ、これだな。痛いのは嫌だけど。だ!いいわね。おっと、クロム。俺がお前を守る。この調子でいこう。俺の技、今の樹なら使いこなせる。うん。化け物たちが落とすこれって何だろう。それはパフォーマだ。おそらく人間たちから奪ったものだろう。パフォーマ、あなたたち人間のみが持つ内なる力、そして私たちのような存在の糧となるものよ。オーディションの司会者はこのパフォーマーを狙って人をさらっていたのか。でもこれキラキラしてて綺麗だね翼の中からもパフォーマーの輝きを感じるわ。人間の持つ力か。俺を構えろ、樹。てらっ。焦るな、落ち着け。光の刃よ、これだな。うわあ、敵が。大成功まだ倒れないのか。よし。早く倒れてください。いいね。私の槍さばき決まった。始めよう、こいつで最後だ。5000円ありがとうございます。敵だ、一気に決めろ。はっ。戦いは回避できたか。敵だ、一気に決めろ。せい。今は生き残ることだけを。難しいかも。一か八かで。はっ。怖いけど頑張るしかないよね。やった。落ち着いて集中して。樹、立てるか。まだクロムの言う通りにすれば。くらえ。怖くない、怖くない。失敗しないと。どうしよう。くらえ。怖くない、怖くない。や。敵の動きをよく見るんだ。うわ、翼、落ち着いて。はあ、よかった、頑張った成果が出ると嬉しいよね。俺の技、今の樹なら使いこなせる。うん。この力、受け取って、翼。いいかしら。俺が力になる。行くぞ。焦るな。落ち着け。バッチリ合わせるからね。走れライコー。この日を逃す。セッション行きます。大成功。シーダがいてくれるから。セッション行ける。貫くよ。うんうん。まずは俺がこの一撃で。一体こいつらは何なんだ。せい、これだな。早く倒れてください。手加減な。よし、倒せた。5000円ありがとうございます。俺が力になる。行くぞ。みんなチャンスだ。こんなところで死にたくない。せい、ここか。いつきくんと一緒に帰るんだ。やっ、よし、倒せた。早く倒さなきゃ。あ、これだな。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても手加減な。よかった。まだ敵がいるのか。一体こいつらは何なんだ。やっと。早く倒れてください。はあ、やった。倒せた。頑張った成果が出ると嬉しいよね。これはイラージュの後輩。畳みかけよう。こんなところで死にたくない。せい、ここか。シーダがいてくれるから。手加減な。クロム、俺がお前を守る。くらえ。どうしよう。せい。ここは一体何なの。逃がしてはくれないよな。よし、倒したぞ。俺たちは負けない。この力受け取って翼。いいかしら。が力になる。行くぞ。今は生き残ることだけを。準備 OK だよ。準備 OK だよ。その技でいきましょう。イカズチよ、ここか。みんなついてきて。これでいつきくんと一緒に帰るんだ。はあ、間一髪。どうしよう。その技でいきましょう。その技でいきましょう。バッチリ合わせるからね。準備 OK だよ。走れライコー。ここか。私から行くね。いいわね。怖くない、怖くない。えいくっ。クロム、俺がお前を守る。バッチリ合わせるからね。くらえ、やった。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。そこで止まれ、翼！あ、オーディションの司会者。知らねえ、取り込まれやがって。俺から逃げられると思うな。で、そっちの男、貴様は誰のマスターだ。随分と強いパフォーマーを感じるが、こいつ今までの敵と違う。気をつけろイツキ。クロム、へへ、アハハハハ。見つけた。シーラだけでなくクロムの器も見つけた。無事か、イツキ。ね、その声。トーマくん？待たせたな、ヒーロー参上だぜ。一気に片付けるぜ。全て蹴散らす。カルネージホーム赤木トーマ剣山。へっ、決まった。で、俺いつきたちもマスターになってるのかよ。どうやらそのようだな。あ、ミラージュが増えた。全員俺と共に来てもらうぞ。そう簡単に行くかよ。逆にあんたからそのミラージュ追い出してやるぜ。こんなところで死にたくない。一か八かで、一か八かで。準備 OK だよ。イカズチよ、やったー。みんなついてきて。大成功。おわー手応えありそうだな。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。もらった。俺から行く。この日を逃すな。任せて。決まった。シーダがいてくれるからいいね。助かった。これならいいね。自信を持て。お前なら勝てる。ああ、その技でいきましょう。とどろけ。ここか。私から行くね。いいわね。輝いてるぜ。やってみねえとわからねえな。はあ。痛いのは嫌だけど。思った通り。行くぞ行くぞ行くぞ。まだ倒れないのか。一か八かで落ちろ。次はどうすんだっけ。おー、弱点発見。早く倒れてください。えい。それ苦手なんだよね。行くぞ行くぞ行くぞ。どうすれば。大丈夫だ。俺がついてる。ありがとう。これだ。やったね。俺らのコンビネーション見せてやろう。すべて焼き尽くす。弱点発見。お待ちかねだ。バカだ。本物は誰でしょう。見つけてみろ。怖くない怖くない。えい。敵の動きをよく見るんだ。わかった。その技でいきましょう。落ちろ。これだな。私から行くね。大成功！なんだろう。かっこいいとこ見せないと。すべて焼き尽くす。聞いたぜ。やっぱり怖いかも。倒してしまえば怖くないわ。やっ間一髪。一体こいつらは何なんだ。バッチリ合わせるからね。とどろけ。ここか。みんなついてきて。大成功。俺らのコンビネーション見せてやろう。すべて焼き尽くす。弱点発見。翼落ち着いて。落ち着いてって言われても。だいいわね。行くぞ行くぞ行くぞ。やった。まだ敵がいるのか。バッチリ合わせるからね。とどろけ。ここか。セッション行きます。大成功。次はどうすんだっけ。たぎるぜ。じゃあここは一体何なの？任せて！どうしよう。よっしゃ。これだろ。やったね。俺らのコンビネーション見せてやろう。たぎるぜ。聞いたぜ。翼落ち着いて。落ち着いてって言われても。この日を逃すな。シーダに教わって。俺から行く。決まった。行くぞ行くぞ行くぞ。どうすれば。大丈夫だ。俺がついてる。光の刃よ。決まった。貴様らのパフォーマーをあの方に捧げるつもりだったのに。一件落着かな。俺のとっておきだ。受け取れ、トマ。いいか？いいか？悪のミラージュ打ち取ったりってな。勢いに乗ったいい戦いぶりだったぞ、トーマ。だがまだ動きに無駄が多いな。ああ、はいはい、分かってる分かってる。けどな、物事にはけれんみってもんが必要なんだよ。というか死んでねえだろうなこの人。なあカイン、確かこれで元に戻るって言ってたよな。そのはずだ。しかしミラージュに憑依された人間とはああも変わってしまうのか。おっと、紹介しておくぜ。こいつはカイン、俺の相棒だ。でカイン、こっちはItsugiと翼ちゃんな。青いItsugiにOribe翼だな。君たちの名前はトーマからよく聞いている。面白い友人だと。面白い。Itsugi、お前がイドラスフィアに入ったって分かった時はゾッとしたぜ。イドラスフィア？今いるこの世界のことだ。マジで心配したんだからな。ごめん、悪いとは思ったんだけど、あの時は翼を助けることだけで頭がいっぱいだったんだ。んなことは分かってる。俺はItsugiならそうすると思ったから釘を刺したんだ。お前はこういう時平然と無茶するからな。でも今回はさすがに頑張りすぎだぜ。それよりトーマ、どうして黙ってたんだ。こんな危ないことに関わってたなんて。ヒーローは正体を隠すものだ。特に親しい友人にはな。トーマ、正直なところItsugiに余計な心配をさせたくなかったんだ。だから黙ってた。すまなかったItsugi。いや、謝ることじゃないよ。トーマの気持ちもわかるし。サンキュー、Itsugi。っていうか、お前もミラージュマスターになっちまったんだな。ミラージュマスターって？カインたちのことをミラージュって言って、ミラージュと共に戦う人間をミラージュマスターって言うらしい。なるほど。お前落ち着きすぎだろ。なんでそんないつも通りなんだよ。そうかな。強いな、Itsugiは。それじゃ、ここで話してても仕方ねえし、さっさとイドラスフィアを出ようぜ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。畳みかけよう。負けねえからな。くらえ。手加減な。いいわね。焦るな、落ち着け。それよ、落ちろ。よし、セッション行きます。これれる。無理はするなよ。ああ。すべて焼き尽くす。ジャックだ。熱い戦いだったぜ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。行くぜ。焦るな。落ち着け。それよ。走れ来航。よし、私から行くね。これでまだ倒れないのか。準備 OK だよ。イカズチよ、これだな。セッション行きます。大成功。やるじゃん。すべて焼き尽くす。弱点発見。うわっ、これからも俺は突っ走るぜ。俺のとっておきだ。受け取れ、トマ。いいか。敵だ。一気に決めろ。はっ。隙だらけだぜ。今は生き残ることだけを。それよ。その技でいきましょう。しびれろ。この日を逃す。セッション行きます。これでまだ倒れないのか。これだな。戦いにも慣れてきたな。はっ。弱点だ。悪の栄えた試しなし。せや。これで大玉に戻れるな。この数は厳しいな。こうなったら戦うしかない。でも敵の数が多すぎるよ。その場を動くな。え？キリアさん、キリア？なんで生キリアがここに？ああ、キリアがこっちを見てる。それにもしかしてキリアもミラージュマスター？どうしよう。なんだか頭がドキドキしてきたよ。いや翼、普通頭はドキドキしないと思うよ。しまった、いつきくん、私色紙持ってない。これじゃサインしてもらえないよ。あの少年はあ、キリアさん行っちゃった。サイン欲しかったな。サインから離れて、とにかく今はここを出た方がいいかな。やっと戻ってこれたな。とりあえず二人ともお疲れさん。なんかいろいろあったけど、ほんと戻ってこれてよかった。まったくだよ。ああ、疲れた。終わったようね、トーマくん。ええ、最後はキリアさんに助けられましたけど。この二人は？青い樹と織部翼、俺の友人っす。あ、はい、織部翼です。青い樹です。舞子さん、この二人今回の件でマスターとして覚醒したみたいっすよ。マスターとして因果なものね。あなたは？私は島崎舞子。今回大玉で起こったような事件を調査している者たちの、そうね、リーダーってとこかしら。調査？ええ。ミラージュによる事件は、公にはなっていないけれど、たびたび起こっているわ。こけら落とし消失事件。あの事件のこと、もちろん、あなたは知っているでしょ？何人もの観客や俳優が、一瞬のうちに消え去ってしまった事件ですよね。あの事件もミラージュの仕業よ。私たちもまだ彼らの正体をつかめていないわ。ただ、イドラスフィアと呼ばれる空間に潜み、人間たちに害をなす存在ということは確かよ。彼らは物理法則から外れた存在。兵器などの手段で駆逐することはできないわ。ミラージュを倒せるのはミラージュの力だけ。さっき俺たちに協力してくれたクロムとシーダみたいな。察しがいいわね。そう。一部のミラージュは特殊な才能を持つ人間に感応し、力を貸してくれる。協力者となったミラージュの力で人類の天敵に対抗し得るもの。それがミラージュマスターよ。私たちはミラージュの起こす事件を収めるため、常にマスターの力を必要としている。けど、マスターの素質を持つ者はあまりにも少ないの。翼？私に協力させてください。うまくできるかわからないですけど、もし私にその素質があるなら、協力させてください。なるほどね。あなた、織部彩葉の妹でしょ？なんでそれを。私たちはあなたのことを5年前から知っている。もっとも、こんな形で翼ちゃんに関わることになるとは思ってもみなかったけど。5年前のこけら落とし消失事件で、織部彩葉は公演を見に来ていた翼ちゃんの目の前で消えてしまった。はい。ミラージュマスターとして活動すれば手がかりがつかめるかもしれない。そう考えたわけね。私、ずっとお姉ちゃんのこと探してて、オーディションを受けたのも、芸能界に入れば何かがわかるかもって思って。もし、お姉ちゃんの手がかりが見つけられるなら、私、ミラージュマスターになります。なりたいです。わかったわ。翼ちゃん、これからよろしくね。ありがとうございます。いつきくんはどうかしら？わかりました。俺にできることがあるなら、協力します。いつきくん。いつきならそう言うと思ってたぜ。ありがとう、いつきくん。素直な子は好きよ。これからよろしくお願いします、島崎さん。のんのん、マイコよ、いつきくん。私、名前で呼ばれる方がフレンドリーで好きなの。はい、もう一回。はあ、よろしくお願いします、マイコさん。いつきくん、本当にいいの？翼だけに危険なことをやらせるわけにはいかないからな。ありがとう。いつきくんが一緒にいてくれるだけで、私、頑張れるよ。おい、俺もいるんですけど、もしかしてお邪魔だった？そんなことないよ。トーマくんも頼りにしてるよ。仲いいわね、あなたたち。マイコさんもあと10歳若ければ混ざれたんすけどね。トーマくん、あとでマイコさんとじっくりお話ししましょうか。あなたの未来について。全力で遠慮します。さて、トーマくん、いつきくんと翼ちゃんを私たちのアジトに案内してあげて。アジト？そんなものがあるんですか？秘密組織にアジトはつきものでしょ？いやいや、迷子さん、アジトってあれは。それじゃあ私はちょっと寄っていくところがあるから、また後でね。仕方ねえな。それじゃ案内するよ、アジトにな。